本当にいい指導者に巡り会えたっていう部分で、みんなすごく今年はすごい顔が生き生きしてます。本当 OB の方とか、そのすごい歴史を、もう昔強かった頃の方とかも練習見に来てくださるようになって、それで練習も活気づいて最終的に勝てたのかなっていう。ここが私の中のリーグが違って、これでリーグ一部昇格したんだということはありますか？あーと、信じられたことだと思う。信じることができた。信じることができた。仲間を。これはそのコーチと選手もそうだし、選手同士もそうだし、そこに関わる人たちが向かっている方向が同じだと信じることができたかなと思って。ラグビーは結構マイナースポーツで、そんなメジャーじゃないですけど、それからラグビーって言われて、あんまりほとんどの人は分かんないと思うんですよ、ルールとかも。とにかく楽しいっていうのはもうみんな言ってると思うんですけど、楽しい、本当に こんなに楽しいって思うのは初めてで。で、小学校からやってるんですけど、まあ、今が一番楽しいって。そしてみんな楽しく練習するところが、辛い練習とかでも楽しめるようにっていう、そういう雰囲気が一番いいかなと思います。